なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのに、ずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か。要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ。お前は何を。俺見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。一緒に来てください、桐生さん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺は桐生って男じゃねえ。だが売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何シシド、やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ。そういうあんた、大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。シシド、どすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな半殺しでやめときます。好きにほざいてろ。行くぞ。拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、時間切れや。ゲリオさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら私から話しても。おう。上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私です。花輪、クソ、シシド、どうせもって何する気やった。目的忘れんな。車乗れ。せやけど頭、この人たちはアモを見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。
足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ札が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り渡瀬勝、近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点に立つお人です。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。助かった。世話になったな。いや俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほらあそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた違いますって。たぐこいつすぐに話盛るんだから。いや持ってねえって。いたじゃねえかよ頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。おっと見てくださいあれ。あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。分かった、ありがとうな。上流 GPS がこの位置で花輪を見失った。何があったか報告してもらう。すぐ寺に戻れ。待ってくれ。花輪は昨夜埠頭を襲ってきた連中にさらわれた。今そいつらからの電話を待ってるとこだ。おい、報告は寺で聞くと言ってる。そいつを返せ。まず寺に戻って報告だ。花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。なるほど、敵は近江連合を名乗っていたと。しかし一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。 GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。
要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。そりゃ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わりこれ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがまあ我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。そいつは大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったふうな口を聞くな。やれ。初めからこうしていればよかったんだ。伝説の極道だったらしいが、結局俺らとどこが違う？同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティーを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつ。俺の名前は吉村だ。よろしくな。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ、桐生さん。まあでもこれから一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねてたっぷり殴らせてもらう。仲間が敵にさらわれてんだ。なのに何であんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるか分かんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼。お邪魔いたします。何か？皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。 GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない。それはもちろん花輪さんを救いたいからです。おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀だったな。だったらお互いによく知り合おうじゃないか。上流、てめえ行くぜ。
いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。それはまあそうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。実を言うと彼は私がスカウトしてきたんです。かつての私は大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そしてこんな裏の世界に引きずり込んだ。彼は普段面白みに欠けますが、いざという時には信頼に足る人物でしたので。同感だ。だから敵にさらわれたまま死なせたくねえ。あんたが持ってきてくれたこのスマホでまだあいつが助かる目はある。それにはまずこの寺を脱出しなくては。すぐに追っ手がかかります。さあどうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには花輪さんも助かりません。ああ分かってる。やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだって総務でした花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構うんだろう。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道寺もの竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。はっ、なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな。お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってんならこっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。しばらく電源が切れてましたが。ああ今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。
偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。分かってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。いらっしゃいませ。待ち合わせなんだ。どうぞ。姉ちゃん、こちらの人にも俺と同じの。かしこまりました。なんでこの店なんだ。ここは偉人町で一ちゃん安心な店なんです。いつもはこわもてのマスターがにらみ聞かしとるんですけど、今日はなんや腰痛めとるらしい。そうなんですよ、ごめんなさい。うん、ええて。案外律儀なんだな、お前一人か。そっちは手下を引き連れてると思ったぜ。目的は話し合いですから、あんたには少しでも心開いてもらえませんと。花輪はまだ生きております。やつのことについてもこれからお話しさせていただきます。お前は渡瀬の命令で動いてると言ったな。だがあいつは今無所にいるんじゃなかったか。前にニュースで見たぜ。俺ら親父からはその直前に命令受けてました。いたらもんであんたを見つけるのにえらい時間かかりましてね。せやけどやっとここまでこぎつけた。あいにくだが俺はお前らの探している桐生一馬じゃない。もうええやないですか。それは見てるうちに大体のからくりは分かりましたよ。あんたは大道寺一派と密約を交わしたんとちゃいまっか。多分その見返りは沢村遥と朝顔の子供たちの安全。大道寺言うたら昭和のフィクサー、黒い噂まみれの秘密結社みたいな連中や。で広島であんたをやったっちゅう陽明連合会はその兵隊です。あんたは連中を叩き潰したが、大道寺と手打ちするには死人になるしかなかった。つまりあんたもそれで納得しとる。なんやったらあんたの方から言い出した約束なんかもしれまへんな。全ては大事な子供たちを守るために。ああそうや、この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます？やってみりゃいい。そん時はお前らも渡瀬もこの世に生まれてきたことを後悔させてやる。俺の推理は大体合ってたようですね。鶴野だったな。俺が桐生一馬だとして、渡瀬の頼みってのは何だ？それを聞くならまず俺らの頼みを引き受けると約束してください。でないとお伝えできません。花輪さんの命を保証することも。何の頼みか聞きもしねえで引き受けろってのが。もちろん見返りはご用意させていただきます。もし引き受けていただけるなら俺があんたから大道寺の首を外してみせますわ。何？簡単なことです。あんたはもういっぺん死んでみせたらええんですよ。
親父の頼み聞いてくれたら、こっちでもう一遍桐生さんの死を偽装します。今度騙す相手は世間やのうて大道寺一派や。あいつらかてほんまにあんたが死んだ思ったら監視のしようもあらへん。沢村遥や他の子供たち、そらさすがにまた一緒に暮らすのは難しいかもしれん。けど人目盗んで時々会うくらいできるはずや。また会えるようになるんやで、あんたが守った朝顔の子らに。ただしその場合、花輪さんには死んでもらわな。なんだと？桐生一馬の二度目の死や。その状況に説得力を持たせるには花輪さんの死体も必要です。別にええやないですか。花輪は大道寺があんたの首に繋いどる紐でしかないんや。その紐切って自由になるのに何迷うんです？あんたはもう一遍死んで生き返るんや、桐生さん。みんな、そろそろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。綾子姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんた、ハルトじゃないんだからさ。さあ、ほら行くよ、ハルト。あんたはもう一遍死んで生き返るんや、桐生さん。俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官は売りますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いたります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを？さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見合っとってもしゃあない。それは？見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする？俺らにしても
親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことには、いい加減こっちもアホらしいようになってくる。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる？やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、その辺りで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか？ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。堂島の竜が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ、住職。上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんだな。分かりました。お心遣いに感謝します。失礼。赤目ってやつを知りませんか？赤目？さあどうやろな。あんた誰や？別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや、それは前は赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。すまない、赤目ってやつを探してるんだが。ああ、今日は見とらん。いつもその辺歩いとるんやけどな。
どんなやつだ。よそもんに余計なこと言うて、あの人怒らせとうないんや。聞くんやったら他のもんに聞き。なあ、赤目ってやつを知らないか。赤目さん。ああ、それやったら、ほら、あれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったらすぐ追いつくわ。どんなやつだ、特徴は。行ったらすぐわかるわ。早よ行かんとどっか行ってまうで。なんやおっさん。赤目ってやつを探してる。聞いたことは。赤目さんに何の用や。さあな。ああ、なんやだ。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん、それ。こいつは何なんだ。なんや、あんた知らんのかい。そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らん、あんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか。グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせや、おっさん。口で頼んでるうちんな。警告はしたぜ。そらこっちのセリフや。まぬけ。じゃ、拉致が開かねえ。開かねえんとこに案内しろ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄もんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でも屋や。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん掴んどるん。で、うちに何の用や。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる。待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ。手下ってことでいいのか。うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない。ビジネスだけのドライな関係や。なんだと。じゃあ花輪のことは。花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。
うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだがな。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まあそれはそうかもな。なんて読んだらええ？本当に釣るのから何も聞いてねえんだら。全然。うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ。もてなしって何のことだ？へえ。そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ああ。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうんやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でも嫌だったな。法律も気にしねえタイプか。笑わせるわ。赤虎持ってる人が何言うてんの。うん、まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。かわいい目してんのに、なんでずっとグラサン。あんたはただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。あんたは何者なんだ、赤目。何でもや言うたやん。まあ合法非合法問わず大抵のことはやるかな。一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらってる。それがホームレスを仕切ってるってことか。多分旗から見たらホームレスの支援してるとか思われてんちゃう。大阪は日本で一番ホームレスが多いんやって。そういう土地柄生かしたビジネス考えな。うちみたいな中小はやってけんのよ。とある場所へはすぐに行けないのか。今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後。あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。まあとにかくとある場所は明日のお楽しみや。今日はもうゆっくり休んだらええ。お前はどうすんだ。まだまだ酔いの口や。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる。
と。ゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどったから。悠長にしてる場合じゃねえんだ。言うて、カッコつけてたのにな。謝った方がいいのか。ええね。その代わり、今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんは、しばらく待ってくれる？悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ、俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい。そしたらな、上流。物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤トラ持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたら、その分すぐとある場所行けるで。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤トラ持たされた人とかがな。どうする上流、うちの仕事を手伝ってくれる？早よキャッスル行きたいんやろ。足元見やがって。分かった、ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。赤目、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだね。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？かなりでかいな。ただなんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで、ね。